とう富山。さらば。さらば富山。いやー素敵な時間をありがとう。また来るかな。いやまた来たいな。福光に来たいな。ですね。3週連続で社内から始まった金スペ、今夜も加森哲郎があっち行ってこっち行って初夏の大冒険です。いかがですか。これは美味しい。それではここまでのおさらいです。金スペオリジナル竹バットを作ろうと志布志港からサンフラワーで大阪へ向かった一行は、陸路で木製バットの聖地富山県南砺市福光へ。大満足で目的を果たしたはいいものの、そこから帰らなければならないので進路を西へ向けております。すると、あれ、このまま行ったら加森さんの故郷兵庫県じゃない？せっかくだからお母ちゃんに顔でも見せてくればということで、加森さんの実家がある兵庫県三田市に寄ることになりました。お土産、富山のお土産。慌てふためいております。うつさん言うてんの。ただいま。うつさん、うつさんっていいか、うつってへんってそこに置いてはい、じゃあこれ、あの富山の我をかき、はい、我をかきやな。うん、ありがたやで。あっ、うつしてへんってほんま。あ、ちょっとだけそのほら、あの二人の写真写していきや。あ、これね。うん、汚れてるけど。あ、やっぱ、やっぱお母さんの方向けとったね。違うわ、今こっち向いてるわ。ほら、映ってる。ほら。あ、今一瞬くるってなった時にお母さん映ったんじゃない？ちらっと。映ってへん。はい、僕の小さい時の写真。左下には妹が映っています。はい。これ何歳の時やろ？なんで誰も答えてくれへんの。はい、ほじゃ、お邪魔しました。冷たい家やで、ほんま。なんも言うてくれへん。ほら、気をつけて帰るやで。うん、ありがとう、はい、お土産。お邪魔しました、うん、じゃあね、また、はい、元気でな、はい、気をつけてね。じゃあね、ありがとうやで。はい、お待たせしました。おかえり。まあ面白かったです。どうでした？いや、喜んでました。ああ、何を喜んでたんですか？お土産ですね。ああ、お土産。あ、息子に久しぶりに会えて、そうです。喜んでましたね。うわあ、うわあ、あかんかー、あかん。今日はちなみにどこまで行くんですか？お、いい質問だね。ずっと気になってたんですよ。どこまで行きたいですか。まあ、できるだけ鹿児島に近いところまで行きたいですもんね。あ、そう、広島とかぐらいまで行けたら。でも広島までさっき300キロって書いてあったでした ね、 ね、それちょっとしんどいか。え、なんだろう、食べたいもの。食べたいもの、
明石焼きと。明石焼きでもすぐそこになっちゃうじゃん。あ、もうちょっと遠いですか。もうちょっと遠いな。さぬきうどんとか。おお。二つ目で正解したら面白くないな。あっちゃった。あっちゃった。ってことは。ってことは。四国ですか。四国行きましょう。ええー。あ、じゃあ今日は四国に泊まるんですね。あ、そうです。そうか、そうです。いや楽しいな。なテンションで始めます。4日目の朝です。はい、おはようございます。およそ700年です。うどんを食べに行きます。はい、いや楽しみですね。うどんは食べにまで行きませんからね。あ、まだ行かない。まだ行かないですね。まずは何をしに行くんですか。いや、カムリさんがあれをしたいって言うから、銀河鉄路をしたいって言うから。もしかして、なんか心当たりがあるんですか。え、あれですか、ブルートレインですか。あんま考えいいと面白くないんだよな。いや、だって香川と言ったらですよ。面白くないんだよな。寝台特急ブルートレインが香川に行ったじゃないですか、アクネから。そうなんです。去年4月、かつて阿久根駅でライダーハウスとして活躍した後、7年ほど行き場を失っていたブルートレインの車両が香川県で生まれ変わるというニュースがありましたが、それを取材したのが加森アナウンサーでした。プロジェクトの発起人で香川でうどん店を経営する岸井さんに話を聞き、3日かけて引っ越しをするブルートレインの出発を伝えました。船から行ったね。え、本当ですか。いや、もうだってせっかく来たからね。え、マジ。え、また会えるんか。うわ、めっちゃ楽しみ。すいません、感が良くて。感がいいとね、視聴者の皆さんの楽しむ時間がないから。どこ？ここじゃん。これ？違うわ。これ？マジ？およそ200m。上がってる、上がってる。あそこかな。もうちょっと地図では奥まで行ってますね。まだ。まだ全然ってことか。いや、迷路やねこれ。
らロープウェイってあるじゃん。あったー！あったー！ロープウェイ乗るかと思った。あったよ。久しぶりやなー。おー、元気してたかー。来ましたね。うわー、アクネ以来ここまでよう来たな。うわ、すごい。このかっこよさね、これ。そうそう、那覇とか瀬戸って書いてるんですよ。あ、こんにちは。あ、Cさん、お久しぶりです。鹿児島から来ました。すいません、タモリです。お久しぶりです。遠いところから来たね。来ました、やっと来ましたね。いや、まさかもう一回会えるとは思わなかった。入れますか今。入るよ。あ、もうそこ始まる。ちょっとじゃあそれ前向きにしてさ。いや、めっちゃ嬉しい。じゃあ入ります。よいしょ。お邪魔します。ね、ここに昔は人が泊まってたわけですもんね。いや、なんかでもちょっと綺麗になったような気がするんですよ。これすげえな。これね、あの昔の電車独特の香りしません？ねえ、しますよね。うわ、懐かしい。懐かしさを感じる。で、あの景色見てください。あ、うん、あ、遠くに見えるんだ。そうなんですよ。にくいね。これめっちゃいい場所にあると思いません？ブルートに朝起きてこの通路出て、これバタンとそれを下ろせば海が見える。あ、ねえ、めっちゃいい。あ、これそうするとこれ瀬戸内海が見える。こうなんだ。こうだ。夜はあの時にここに座ると夜景が見える。いや、いい場所にある。これ本当すごい。晴れると、まあ、青い海と雨上がりの次の日とか最高っすね。そしたらでも一緒にブルートレインと一緒。夜は夜でね、ちょうどこっちに天の川が出るんや。でここ真っ暗やから、その時後ろのデュエットの星のマークと合わせて天の川撮っていっぱいインスタで。めちゃくちゃ映えるじゃないですか。これこの後どういう計画で今進んでるんですか？まあ、今なんとか中の掃除とか、はい、電気関係全部できたんで、この206の方は、はい、あと今エアコン、ああエアコンの話をしてるんですよ。そうか。ほんでまあいろいろね、半導体の関係でエアコンがなくて、はい、でまあその一番いい方法、このね、寝室を潰してエアコン入れるかどうするか言うんで揉めてるんですよ。あー、でもエアコン必須ですね、これね。できるだけそのね、元の状態でもそのまま置きたいから。ブルートレインを宿泊所にするというのはなかなか大変そう。資材の高騰や工事もボランティアで行ってもらっているがゆえに、簡単にスピードアップしてというわけにはいきません。またデュエットの方は設計図が見つからないとのことで、手探りの中作業に当たっているそうです。それでもアクネで野ざらしになっていた頃に比べると、青が綺麗に生え生まれ変わりつつあるのが分かります。そもそもどうしてこの場所にしようって思ったんですか？まあ、本来は僕の店がある善通寺と思ってたんやけど、はい、初め1両で横を出して2両ということになったから、ちょっとスペース的に苦しいのと、クレーンのまあね、関係がちょっとうまくいかんかなと思ったんで、どっかないかなと思って香川県中探し出して、あ、で、まあ、見てどっか空いて、いろいろまあそのお遍路さんと絡んで、まあ、地域おこしに、ね、町おこしになるようなことを考えて選んだのがここになった。で、まあ、景色も良かったし、よく上がってきたなと思う。いや、そうなんですよ。我々も今車で上がってきたんですけど、よくこの細い道を電車が通ってきたなと思ってですね。そうですね。え、そんなスッと上がったんですか？時間はどんぐらいかかった？時間は3キロを2時間ぐらいかかったんです。3キロを2時間3キロってなってるけど、3キロ2時間ぐらいかかったんですかね。へー、45分ぐらい切り替えてるね。
だけど45分切り替え同じところで、そう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 、今まさに整備中、これからどういう施設にしていきたいという思いがありますか？そうですね、やっぱりもう昔のね、乗ると昔のママやというような声が出るように、できるだけまあその廃車の時を忠実に再現して、で、まあ、できる限り、まあ、皆さんがゆっくりくつろいでもらえる場所にしたいと思うんで、ちょっとゆっくりスローペースですけど、まあ、完璧なものを作りたいんで、まあ、ちょっと時間かかるけど頑張っていきます。頑張ってください。あとうどんも、うどんもまあここにちょっと別邸みたいなのを作ってうどんも食べれるように。あ、ここに、あ、そうなんだ、最高だ。今度はブルートレインの宿泊所が完成した頃にお邪魔しましょうか。そしてカモリ初夏の大冒険、最後は瀬戸内海を見ながらのさぬきうどん。たまにはこんな旅もいいですかね。金スペがやりたいことをたっぷり詰め込んだ3週連続企画、お付き合いいただきありがとうございました。